1757年7月の熱波は、同年同月に西ヨーロッパ諸国を襲った記録的な熱波である。この熱波により、1757年の夏のヨーロッパの大陸部の気温は、1540年の熱波より後かつ2003年の熱波より、前の期間では最も高くなった可能性がある。1757年7月のパリの平均気温は、摂氏25度であり、 観測史上最も暑い月となった。比較として2006年の熱波の最中が摂氏24.8度であった。そして1757年7月14日には最高気温が摂氏37.5度に達した。これと同じようにイングランドでも1757年7月は平均気温が摂氏18.4度と1659年以来、 最も暑い月であり、これは1783年7月まで破られなかった。2019年の段階でも、この統計では7月としては9番目の暑さとなっている。医師のジョン・フックサムは、この熱波により多くの疾病が引き起こされたと報告した。ホレス・ウォルポールは1757年7月に、私たちはこれから何年間、1757年の 夏について話さなければならないのか、と書いた。この熱波がもたらした影響をまとめた同時代の記録がいくつか残っている。医師のジョン・フックサムは、1757年7月の異常な暑さとそれがもたらした影響についての報告という論文を書き、これが1758年にフィロソフィカル・トランザクションズに掲載された。ファクサムのイングランドへの熱波の影響についての 論文は、熱波が花や女性の子宮を含めた体の数箇所からの出血を引き起こしたと報告した。他の疾患について、フックサムは、急に起こる激しい頭痛、めまい、多感、激しい衰弱、精神の抑圧など、様々であった。非常に多数の人々が、腐敗性の発熱を起こしたと形容をした。また、フックサムは熱波による脱水症状について、 おしなべて尿の色が濃くなり、尿量が減ったなどと報告している。ホレスウォルポールは1757年7月12日に書いた手紙で、とてつもなく暑い天候だ。蒸し暑さの4分の3まではガラスが原因だと述べている。彼は自分の庭を歩きながら、私はこの熱波が原因で死ぬかと思ったと述べ、さらに私たちはこれから何年間、1757年の 夏について話さなければならないのか、と叫んだ。4日後、彼は別の手紙で暑い天候が続いている。私たちはまだそれに全く慣れておらず、自分自身がどのように振る舞うべきなのか誰にもわからない。リチャード・ベントレーでさえ震えてしまったと述べている。ロンドンクロニクル紙にもブリュッセルからの手紙など他の報告が掲載された。同志は、 7月14日の気温がこの国で何年も経験しなかったほどの高さだったと主張した。ダブリンからの報告でもこの年の夏はアイルランドの直近35年間で最も暑い夏だと言われた。1760年ジョン・スコット・オブ・アムエル作4編のエレジー、叙述的かつ道徳的にの表紙。第2章で1757年の熱波について触れている。 クエイカーの詩人であるジョン・スコット・オブ・アムウェルは、自身が1760年に書いた詩集の4編のエレジー、叙述的活動特的にの中で、この熱波を取り上げた。第2編の題は、1757年7月の暑い天候の中で書くであった。この中には、生き生きとした地面の様子は失われてしまった。泉には、元気がなく、足が生い茂った側溝は干上がっている。 緑に覆われた場所は、どこにも見つからない。向こうの小川に流れている水は、耐えることがないから、きちんと貯蔵しておくようにという一説があった。1757年の熱波が長い間議論され、続けるだろうというウォルポールの考えが正しかったか、どうかについて言えば、フックサムラの報告が時々再反されたのを除けば、その後の議論や、記述の主題になることは多くなかったと言える。 しかし、2003年に熱波が発生した際には、報道の中で、以前に記録を保持していた熱波として取り上げられることとなった。ありがとうございます。